に登場するのはよさこいチームホグラの皆さんです。どうぞ。それではホグラの皆さん、よさこいチームホグラさんの最大の特徴といえば何ですか？はい、楽しく元気に熱い踊りが魅力です。はい、そうですね、皆さんの衣装はさっきの皆さんとはちょっと変わって黒メインの衣装ですね。とってもなんかスタイリッシュでかっこいいイメージですけれども、はい、今年の衣装はですね、毎年は夏の本祭で暑くて黒とかは避けてるんですけども、はい、今年は本祭がなかったので、残念ながらなかったので、黒と珍しい黒で、イメージしています。ありがとうございます。では交流戦に対する意気込み等も教えていただければなと思います。はい、小村の3回生さんが今年今日で引退なので、かっこよく見せれたらなと思います。ありがとうございます。3回生の方はちなみに手を挙げていただいてもいいですか？おお、じゃあ真ん中にいらっしゃいますね。センターで頑張ってください。ぜひあちらのカメラの方向けていただいてはい、お願いいたします。じゃあ本日の音楽については何年度のもの踊りとか？今年の本祭で踊らさせていただく予定だった、はい、最新の、はい、それは楽しみですね。とってもじゃあ注目ポイントも教えていただいてもよろしいですか？注目ポイント、そうですね、歌声がとても綺麗なので、歌声、はい、踊り子の踊りと歌声に注目していただけたらなと思います。はい、では耳からも目からも楽しめるということで、はい、それではちょっとあまり長くなると皆さん片方半袖で寒そうなのでぜひぜひ、じゃあ早速踊っていただきましょう。それではホグラの皆さんよろしくお願いします。はいはいはい、中央公園会場でお越しの皆様こんにちは。私たちは高知大学よりやってまいりましたよさこいチーム、ホムラと申します。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、我々が今回踊らさせていただきます曲は、今年の本祭で踊る予定だった千歳樹という曲でございます。ホムラの織りなす一つの大きな木の物語、とくととくとご覧あれ。さあさあ踊り子、お昼時ですが元気ですか？今日引退ですが、3回生さん元気ですか？それではその元気と笑顔で参りましょう。ホムラ恒例の気合へ、よいよ。よいよっしゃ。2020千歳樹踊り子構え。Yeah.
して、この木なんだぜちっとせなけ、はそう、これが20代の千歳一軒、はい、ここからまばたき厳禁、早めだ、それ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 、はとってもなんだかその緑の旗が特徴的で、すごいポムラという字も生えてますし、すごいかっこいいですね。後ろから見ててもこう後列の方まで飛び跳ねてて、なんかなんでしょう、前髪とかも気にしないで女性の方も踊ってらっしゃって、すごく見ていてスッキリするというか、ダイナミックが心地よい踊りでした。ありがとうございました。あと皆さんのズボンの裾にあるホムラという金色の文字がとても輝いていて、めちゃめちゃかっこよかったです。ではちょっと3回生の皆さんにインタビューをさせていただきたいと思います。3回生の皆さん、どうでしたか、踊った感想というか。はい、あ、はい、まあ、今日で僕ら最後の、まあ、引退の最後の演舞ですけど、超まあ精一杯楽しめたと思います。はい、ありがとうございます。本当に最前列でめっちゃとってもかっこよかったです。何か感想ありますか。コロナの期間はこんな感じで踊るなんて思ってもいなかったので、本当にこの舞台が夢のようです。ありがとうございます。ありがとうございます。それではこのチーム3回戦、はい、すいません、お願いします。楽しかったです。楽しんでいただけてよろしく、良かったです。ありがとうございます。はい、それでは皆さん、とっても黒の衣装で映えていてスタイリッシュでかっこいい踊りの方、本当にありがとうございました。ありがとうございました。よさこいチームホムラの皆さんでした。ありがとうございました。踊り子撤収。